こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご遠慮いただいた方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、このチャンネルでも何回か取り上げてる、大井町駅です。今回の物件は、大井町駅から、徒歩10分の一戸建てです。普通の一戸建てでは、ありません。大井町という東京の真ん中にありながら、ここは、どこの田舎の家？と思わせる物件です。一体どんなものか？あ、物件が見えてきました。これです。おーおー、すでに都会の雰囲気は、まるでありません。お父さんの田舎に来たようです。この引き戸も都会には珍しいです。ちょっと興奮してきてしまいました。それでは、失礼します。おーおー、玄関前広いし、飛び石が配置されて、和の雰囲気を演出しています。建物は、今人気の平屋建てです。ちなみに昭和31年築になります。築66年の建物です。では、入ってみましょう。おーおー、玄関広い。内装は、令和3年にフルリノベーションされており、めちゃくちゃ綺麗です。玄関土間は、タイル式でゆとりの広さです。下足入れらしきものは、ありませんが、スペースは、十分あるので、靴の置き場には困りません。これは、当時の建物の壁でしょうか。綺麗な内装の玄関にこの渋い壁、まさに昭和と令和のハーモニーです。いろいろと気になりますが、まずは、奥から見てみましょう。ここは、ダイニングキッチンと、リビングです。広さは、このダイニングキッチン側が約12畳、向こうのリビング側が約 11.5 畳あります。こちらは、リビング側ですが、形が少し複雑なため、どのように使っていいか、迷ってしまいます。ここから出れるので、出てみます。長いウッドデッキが敷いてあり、向こうの部屋と繋がっています。これ見てください。東京ということを忘れる景観です。しかも大井町駅徒歩10分の便利な場所なんです。不思議な感覚に襲われます。そしてなぜか、リビングにロフトがあります。ロフトもいいですが、この木がめちゃくちゃ気になります。これも、もともとあった木でしょうか。わざと残したのか、それともデザインのために配置したのか、わかりませんが、私はすごくいいなと思います。
そして、ダイニングキッチンの真ん中にも存在感のある柱があります。再建築不可だと思うので、柱残してフルリノベーションしたのか、わかりませんが、この柱もすごくいいです。この綺麗な内装だから、余計に際立ちます。これは、まるで合宿所のキッチンのようです。設備はないので、自分でガス設備を設置する必要がありますね。庭に出てみます。めちゃくちゃ広い。バーベキューをやってくださいと、言わんばかりの広さです。そして庭にこの大きい木。資料によると、夏みかん取り放題と書いてあります。見てください、これ、ここ東京の真ん中ですよ。こんな景色ありますか？これは、ワクワクしますね。他の部屋を見てみます。ちょっと待って、この壁、漆喰ですかね？おしゃれに仕上がっています。約5畳の洋室です。ここに洗濯物を干せるようにもなっています。会社の用としても、使えるということですかね。上にはロフトがあります。上がりやすい階段になっています。縦に長いのと、エアコンの位置が高いので、ここをベッドとして十分に使えます。そしてやはり、年季の入った木があります。シンボルのようになってますね。ここは、洗面とトイレのようです。洗面台は、2個あります。左側は、まさか全部トイレでしょうか。大人数で居住想定なので、2ボールはありがたいですね。こちらはトイレです。温水洗浄便座機能付きです。ここもトイレです。仕様は全く同じです。こちらは、三つ目のトイレ？かと思ったら、ただの物入れでした。でも便器を入れると、トイレにもできるようです。次は、こちらの部屋です。ここは、約5畳の部屋です。
ここもロフトがあり、広さも先ほどの部屋と同じようです。そして先ほど、ちらっと映りましたが、隣の部屋と繋がっているようです。ここの部屋は、めちゃくちゃ日当たりがいいです。ここは、10畳と広いようです。今までの部屋と日当たりが違いすぎますね。ここは、左右にロフトがあります。ロフトへ上がってみます。ロフトの広さは、今までの部屋と同じくらいですね。反対側にもロフトは、ありますが、柵がないため、ここで寝るのは、危険ですね。次は、こちらです。こちらは浴室になります。浴室は、通常の浴室の広さになりますね。なぜか少し物足りなさを感じます。ここは、シャワールームかと期待しましたが、単なる収納でした。実は、玄関を挟んだこちら側にも、部屋があります。離れのようですね。こちらは、約 4.6 畳の洋室です。ロフトへ上がってみます。結構広いです。十分に寝るスペースはありますね。そして、シンボルの木が通ってます。ここにも柱が残してありますね。通るときに少し邪魔ですが。次の部屋行きます。ここの部屋も約 4.6 畳の広さです。先ほどの部屋と同様のロフトですね。ここは、収納です。ここも収納になります。
なかなか見応えのある物件でしたね。東京では、珍しいかなと思います。物件概要は、概要欄に記載しておきますので、ご確認ください。それでは、今日の物件の、苦節淀を発表します。今日の苦節淀は、5、です。昭和と令和を感じさせる造り、築年数の古さ、庭の大きな木など、東京では珍しいので、5、としました。今回の物件、東京にいながら田舎を彷彿させる造り、令和のリノベーションと、結構良かったのでは？こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。